体の使い方に関して、まあ、その器具に捕まっている時もそうですし、動かし方についてはもう天才だなって思う時はありますね。小学生ぐらいの時から知ってるんですけど、死ぬほど基礎練習をしてたというか、今もその動きがちゃんと出てて、ジュニア期にやってたものが形になってるというか、そういう感じがします。中学生頃から知ってて、凌介の体操はなんかもうひねりのつま先とか尋常じゃないですか。本当はちょっとこうつま先とか膝とかずれるはずなんですけど、凌介のひねりは何回ひねっても、何回こうスローでゆっくり見ても足が絶対に離れないんですよ。ちょっと機械っぽい、機械っぽいけど、それが滑らかに動くんですよ。彼の場合頭のネジ一本飛んでます勢いを結構大事にしてる感じ、勢い大事にするし、なんか自分の自分を持ってるっすよね、あれ。面白いですよ。チーム戦ってなった時になんか爆発力がありそうな空気感を出してる